純さん、ゆいかです。めいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、今年のドラコイユニフォームについてちょっとお伺いしたくて来ていただいたんですが、今年のドラコイユニフォームこちらです。ついにもう配布日も1日ありましたけど、着てみてどうでしたか、ゆいかさん。こちらのデザインはブルーが明るいブルーと暗いブルーが入っていて、とても可愛らしいデザインだなと思います。あとはグラウンドで女性の方が着ているととても目立つので、とても可愛らしいデザインで華やかでいいと思います。グラウンドからも見えるということで、すでにこのユニフォームを着て球場に来ているファンの方々もいらっしゃると思うんですけど、私服に合わせたりすると着こなしとしてはどうでしょうか、さん。白でも黒でも合いますし、私は個人的に白のロングスカートに合わせるコーデが好きです。次回のドラコユニフォームの配布は8月11日のカープ戦です。ぜひバンテリンドームへ来場してゲットしてください。お待ちしてます。